警察によりますと、先ほど午後3時40分ごろ、札幌西区八軒六条西1丁目付近の交差点で、70代くらいの女性が大型の車両にはねられました。女性は出血していて病院に搬送されています。こちらは現在の現場の様子です。警察がすでに駆けつけていて現場を調べています。こちらの赤いコーンの中で70代くらいの女性がはねられてしまったんでしょうか。繰り返します。警察によりますと、先ほど午後3時40分ごろ、札幌西区八軒六条西1丁目付近の交差点で、70代くらいの女性が大型の車両にはねられました。女性は出血していて病院に搬送されています。速報でお伝えしました。